小島瑠璃子です。今夜は私がナビゲーターを務めさせていただきます。実は私ダイバーなんです。高校1年生15歳の頃から主に千葉県館山の海で潜っています。私も含めて世界中のダイバーたちが憧れる海をご紹介します。世界を代表するセブ島、そして日本を代表する海、沖縄慶良間諸島。ダイバーの皆さんならご存知かと思いますが、このセブと慶良間、名前を聞いただけでも興奮してしまうぐらい、ものすごくダイビングする人にとって有名な海なんですよね。一体どんな生き物に出会うことができるんでしょうか。では早速、世界中のダイバーの憧れ、セブ島の海からご覧ください。